でもなんかこう情勢さんの動きとか何かしてくれるんじゃないかっていうワクワク感が常にこうありますよね。ああそうですか、ありがとうございます。やりたいことを一番にしてるってことかな。そのジャムするときってのは、ね、もちろん何も決め事やらずにいきなりやるのがジャムだと思うから、そういうところを大切にしてるかな。その初期衝動っていうか、やっぱりその日の気分とか、なんか例えば天気とか、まあ、天気はすごく左右するかも。天気とかその野外なのか屋内なのかとか、時間帯もないし、すごく近いところでやる場合もあるから、クラブとかで、本当昔日本でもやってたけど、もちろんそのカクテルみたいなもので一人メンバー変われば全然変わっちゃうけど、例えばソイルにホセがゲストで入ったら、まあジャムでもいいけど、全然違うテイストになるし、そこら辺が面白いところなんだろうな。掛け合わせの見ようっていうか、この世界的にこういうジャズシーンが面白いとかいろいろ多分感じてることもあると思うんですけど、どうでしょう、何かありますか。そうだね、やっぱヨーロッパのジャズフェスのラインナップがすごいいい。本当ハービー・ハンコックがあって、ミシェル・カミロがあって、ロイ・ハブローがあってとか、いっぺんにそういう人たちが集まってて、本当こう見たいのがちょうどど真ん中でやってるって感じかな。で、エリカ・バドゥとかも来てたりとか、なんかこうたくさんそういういいライブ見てインスパイアされて自分も演奏したりするのがすごいなんかこうためになるっていうか、なんか自由だなとは思うかな。ソイル&ピンプセッションズまたはジャムでなんか大きな活動予定とかってありますか。9月19日に東京ビルボードでジャムとホセ・ジェームスのライブがあるんで、ぜひぜひ。そしてアルバムの次のアルバムのなんかもう企画とか上がってるんですか。いや今からやるとこなんで、また、まだ今は言えることはないんですけど、まあ、期待して待っててください。楽しみにしてます。はい、本当今日どうもありがとうございました。Just easy to wear.